4000年前に堆積した土の層なんで、まあ、縄文時代は大体1万古くても2000年とかそうなんで、まああるとすればこれに痕跡としては残ってた。で、まあ、この下には今のところは何もないっていう。そうですね、あとはその前の、まだ土器がない時代、まあ、石器が石器旧石器、それだったら出てくる可能性はある。ただまあ、大体これだけこうあっちこっち掘って旧石器があるとすればどっかで石器が見つかるんで、そういった場合はまあその下掘る可能性はあるんですけど、今のところ石器は見つかってないんで、これだけ高台だと、ね、縄文時代の相当に行きますんで、そうな気がする。そうですね、でまあ今回の発掘は出てないんですが、一応そちらの文科小学校、新しい文科小学校を作るときには、縄文時代中期の竪穴住居と、袋浄土庫って、まあ、なんですかね、木の実か、木の実とか貯蔵する穴が見つかっています。で、ここで文科小学校で出土した縄文土器は栃木県立博物館ですが、飾ってあるあります、ね。ここは一応縄文時代中期でも一応有名な遺跡になります。